早速ですが、今回は IHI 社が開発した XF9 エンジンの動向について詳しく見ていきます。日英英での F3 戦闘機開発が本格始動する中、XF9 の性能がさらに向上する時が来ましたね。アメリカや開発者も驚くすごい次世代エンジン誕生です。長い間、悲願だった純国産ジェットエンジン、XF91、IHI 社製が完成し、カタログが示しているスペックは、かなり高い推力を示しています。このエンジンが、次期、F3 戦闘機に採用されるかどうかも、まだ不明ですが、ある国が、非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化ま、でこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや、必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ意味がないでしょう。この新型は双発エンジンになると考えられます。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものです。現在の F35 戦闘機は片方に1機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンも2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦、出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われます。そうは言っても、どこまで計画が進むかはまだまだわかりません。ここに来て、今さら F22 戦闘機にハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本の悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この戦闘機計画は、エンジン部分が非常に重要なポイントとなります。ここの選択を間違うだけで、日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては、周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますが、言わざるを得ません。では、その注目のエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事がありました。プロトタイプの1機だけですが、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたのです。これは大きく話題となりました。このジェットエンジンが XF91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない、高い性能を持った、画期的なエンジンと言えるでしょう。今回、防衛装備庁に納入された XF91 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、15トン超えです。F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが、同じ状況では 15.9kg ですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに F35 ライトニング2戦闘機ですが、F135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF91 エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると、今後の性能向上も十分期待できると思われるのです。
アフターバーナーについても見ていきましょう。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧してもっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことです。 XF91 エンジンの場合はアフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。 XF91 エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような一線級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は現在就役中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなくアメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実を鑑みれば諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると、今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉も過言ではないでしょう。くしくも F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われていますが、 XF91 エンジンが完成したことによって日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないですね。 XF91 エンジンは現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、軽量という要素をクリアしています。それに加えて15トン以上もの推力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の F22 ラプター戦闘機 F119 エンジンは全長 5.16M、直径 1.168M ですが、XF91 エンジンは全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに出来上がったと言えますよね。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば比較に簡単に可能と思われますが、 XF91 エンジンのようにこれほど小型でかつ強力なエンジンになったというのは最大のメリットでしょう。というのも、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンサイズ小型化です。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろんステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ、爆弾層の技術的ノウハウなど様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、XF9、1エンジンの推力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが、世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに、推力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことです。XF91 エンジンの場合は、ノズル式の同装置によって、
最大20度の角度内で、機体のコントロールができると言われています。開発が進む XF91 エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が、未だに決定していない状況です。このままでは、せっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、ゴリ夢中状態のこの計画を、自国の安全保障が脅かされると、強硬状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに、日本が仮想敵国と考えているだろう、中国ならわかりますが、韓国は、アメリカの同盟国という、同じ立場です。ただ、韓国と日本の関係は、一言で言えるほど簡単ではありません。日本にとって、韓国は、輸出で第3位、輸入で第4位の貿易相手国です。特に、日本から韓国へは、半導体や半シルベ製造装置をはじめ、精密化学原料、プラスチック製品などを輸出しています。さらに、韓国からは、日本へは、石油製品は、鉄鋼板、半導体、プラスチック製品などを輸入していて、お互いの存在が、経済を支えていると言っても過言ではありません。ですが、今でも根付いている、反日意識は弱まることはありません。これは、太平洋戦争時代に、旧日本軍が、韓国人女性を、慰安婦として、強制的に働かせたことから始まる確執で、日本はこれまで謝罪や賠償金を行ってきましたが、それに納得するほど韓国も単純な国ではありませんでした。この問題は一度は解決したと思われていましたが、韓国の大統領が交代するたびに取り上げられる問題でもあります。今でも、この従軍慰安婦問題は、日韓の問題の一つとして取り上げられており、これが、韓国で現在も行われている、反日教育の原因と言っても過言ではありませんね。さて、そんな複雑な関係を持っている、日本と韓国ですが、政治的な関係の揺らぎもありますが、軍事的にも、その関係が揺らぎつつあるということです。なのに、日本の F3 戦闘機開発については、まるで、明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定には、まだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると、日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような、入り混じった思いになりますね。ただ、一方的に、日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には、悲しさを通り越して呆れるばかりです。韓国だから、といえば、その一言で尽きるのですが、韓国は、原潜や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備は、どこを目指しているのか、他国のことですが、韓国の迷走は、まだまだ続きそうに思われます。